こんにちは。たくさん長根です。今回は工場直売所を巡っていきたいと思います。よろしくお願いします。魅力たっぷりの工場直売所です。こちらが激安で販売されております。今回巡る地はご覧の通りになっております。そして武蔵野森コーヒーでランチをいただきたいと思います。場所はご覧の通りになっております。これらの地を1日で巡ってきました。門邸美濃加茂店、こちらはコンビニやスーパーで見かけることのあるスイーツが販売されています。見たことがある商品ばかりじゃないでしょうか。こちらの工場で生産されているスイーツが激安で販売されています。そして注目するべきは規格外商品です。とっても美味しいスイーツが破格値で手に入るんですよ。製造工程ではどうしても規格外商品が出てしまうんですね。フードロスをなくそう、これに協力していきたいと思います。見てください、こちらの商品、これの耳が大変お値打ちに販売されています。今私がリピートしたいお店ナンバーワンになっています。続いては若尾線、先ほどのモンテールから東にすぐのところにあります。お土産屋さんなんかで見かけるようなお菓子が激安で販売されています。これが箱に詰められたら本当にお土産なんですけれどもね。どうですか、この価格。200円300円で手に入るお菓子、とっても魅力的ですね。ちょっとしたティータイムに最適ですね。急な来客にちょっとしたお菓子、職場での座談会におつまみに、いろんな場面で活躍しそうなお菓子たちです。少し高級なお菓子も販売されています。今日一日で工場直売所何軒も巡る予定なんですが、ここでもたくさんのお菓子を購入してしまいました。見てください、今日の特価です。2パックで200円ですよ。これね、冷凍するとなお美味しいんだとか。どれもこれも気軽に食べれるお菓子なんですね。名古屋コーチンパイ、どんな味なんだろう、楽しみです。レジ前では焼きたてのクロワッサンも販売していますよ。一部賞味期限間近な商品などがさらにお値打ち価格で販売されていることもあります。ぜひ一度足を運んでみてください。続いては鈴波工場直売所です。こちらは高級デパートや百貨店などで販売されている商品です。実はここ開店8分後に入店したんですけれども、すでに売り切れ商品が続出してました。朝一番にいらっしゃったお客様がたくさん買っていかれたそうです。耳寄り情報です。ここは金曜日になると整理券を配るほど混雑するんだそうです。何があるのかは行ってみてのお楽しみになります。エースベーカリー工場直売所です。こちらは小牧の直売所になります。店内に行ってみましょう。エースベーカリーは名古屋の名東産業のグループ会社になっています。バームクーヘンがお値打ちに販売されています。こちらも規格外商品になっています。バームクーヘンの端っこなどですね、これがお値打ちで買えるんです。平日のみの営業となっております。詳しくはウェブでご確認ください。さまざまなお菓子がお値打ち価格で販売されています。耳の部分や一部が欠けた商品など、正規の商品として販売できないものがお値打ちに販売されています。味には問題がないんですよね。しっとりとしてふわふわで美味しいと大好評。午前中に売り切れてしまうこともしばしばあるんだとか。数量限定でさらに値引きされた商品もあるんですよ。工場直売所で規格外商品を買い求めるのは醍醐味ですよね。カゴいっぱいに買っちゃいました。ランチをいただきたいと思います。武
武蔵野森コーヒー、愛知県春日井市にあります。こちらでランチをいただいていきたいと思います。おしゃれな店作りになっています。ランチの時間帯はお客様がたくさんいらっしゃいました。店内の雰囲気はこんな感じです。シャインマスカットがふんだんに使われたパンケーキです。美味しそうです。こちらサンドイッチになります。こちらのお店はなんとスカイラークグループなんです。ですからスカイラークの優待券が使えるんですよ。ランチの時間を優雅におしゃれにいただきました。気がつくと1時間なんてあっという間の時間が過ぎていました。続いては金光食品、愛知県春日井市にあります。一見するとお店に見えないこちら、こんにゃく工場なんですね。こちらの1階で様々なものが販売されています。もちろんこんにゃく、そして寒天などもございます。こんにゃくはヘルシーですからね。たくさん食べても太らない？あれ？本当に店内は倉庫みたいな工場の佇まいになっています。町のこんなところにも工場直売所があるんだな。新しい発見でした。勝さんだがねでは様々な工場直売所を紹介してきました。今回紹介したその他、八太郎、花月堂、ニコエ、名刀産業などを過去の動画で扱っています。こちらに収録されています。ぜひ一度ご覧ください。コメントよろしくね。場所はこのようになっています。岐阜県、愛知県、そして静岡県浜松市の方へ様々な工場直売所に行ってみました。さらに調べるともっと工場直売所はありそうですね。勝さんだがねではお得情報も配信しております。また見てね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。応援よろしくお願いいたします。おすすめ動画はこちら。ここまで勝さんだがねのチャンネルではさまざまな動画をアップしてきました。これからも続々お出かけ情報をアップしていきたいと思います。 Twitter、 Facebook、 そしてブログ、勝さんだがねをよろしくお願いします。